いやあ、刹那圭介だよ。今回もやっていこう。アリスメア。アリスメア。そうそうそう。この謎解きのところから始まるんだ。で、でもこれ、結構簡単な謎解きだったね。要は、この羊がキーポイントって言えばそうなんかな。狼と羊一緒におらせたらあかん。羊とキャベツを一緒におらせたらダメってことは、もう一回目に渡らせるんは羊じゃないとダメなんよね、これ。まあ、羊渡らせて一回目。二回目で羊置いて帰ってくる。まあ、どっちでもいいけん、どっちか連れて行って三回目。羊連れて帰って四。キャベツ連れて、キャベツを持って行って羊おらせて五。で、一人で帰ってきて、ロック。で、羊を最後にこっちに連れてきたら、7手で終わると。そういうわけです。簡単。Z じゃねえよ。7。おっと、正解だ。まあ、これぐらい簡単っすよ。お前の出す問題だから簡単すぎて。あ、ちゃんと送ってやるさ。約束だからな。目、つぶってみろ。え、何？え？嘘。向こう岸のようだって全然向こう岸感ないんやけど。もう世界が変わったかのような感じになってしまったんやけど。どこでもドア使ったんか、あいつ。あいつどこでもドア持っとったん。それは確かに猫やけど。いつの間にか手に紙切れを持っている。前回あたりから思っとったけどさ、なんか紙切れの手に入れ方がなんか雑になってきてない。なんか、いつの間にか持っとったとか寄り道は行きないって、私は私に注意をしました。でもお花も届けた方がおばあさんもきっと嬉しいだろうな。そう思ってお花を一つ一つと積みました。途中で男の人が薬屋のお家のことを尋ねてきました。きっとおばあさんのことだ。私も行くところだから一緒に行きますかと誘いました。男の人は笑顔になると花を摘むのを手伝ってくれました。優しい男の人で。そして手をつないでおばあさんの家まで行きました。初めて会った人と手をつなぐん。チェルシーちゃん結構人見知りの子だったことない？なのに初めて会った人といきなり手をつなげるってすごいな。お父さんともあまり手をつなげないから、少しだけ新しい感覚でした。うん。ぼーっとしてどうしたの？目の前だよ、おばあさんの家。行こう？おっしゃ、行こうか。おばあさん、大丈夫かな？ずっと病気なの。おばあさんは治るって言ってるけど、いつか目を覚まさない。二度とお話できない。そう考えると泣いちゃうの。おお、泣けばいいと思うよ。そういう悲しい時があったら、その時は俺が胸貸してやるわ。俺の胸のだけでさあ泣け。お父さんは真っ赤で怖い。タコかなんかな。アレン君には守りたい人っている？これまではいなかったけど、なんかチルシーちゃんのそういう言葉聞いたら、あなたを守りたくなってきました。しかしいるっていう選択肢がないです。わからないにしておきましょう。そうだ、アレン君記憶喪失なんだったっけ。そんなつもりじゃなかったの。ごめんなさい。別にいいよ別に。うん、行こっか。ちょっと寒くなってきたね。ここなんだか怖いし。本当よな、もう怖い雰囲気すごいじゃん。向こう側と全然違うもんな。てかおばあさん、こんなところに家建てとんかよ。え？引きちぎるとかあるんやけど、引きちぎっていいもんなんこれが。せっかくこういうところに咲いた花のようなのに。あいに引きちぎって、引きちぎったらダメパターンだったらまずいもん。てかセーブしとこう。なんか BGM がないんがちょっと怖いよね。ホラーゲームってわけではないのに怖いよね。そ
そこら中に引きちぎって、引きちぎれる花があるんやな。なんかどれか引きちぎれ的なパターンあるん？お？あれ？鍵がかかってる。せっかくここまで来たのに、おばあさん外出しとる。病気やけん寝とけばいいのに。どうしよう、アレン君。うん？何？え？鍵がかかっとる。どっかで鍵がある的な感じかな。ってここまで来て、おばあさん外出してましたとか言う。シャレにな、シャレにならんよ、正直。てかこれ何？あ、こいつ、こいつ何？なーに？何かよ？ふーん。ドアの鍵が開かないって、それはおかしいわよ。だってあの家、鍵なんかついてないんだから、あはははうぜえ。お前におばあさんの家の何がわかるんやねん。くそ。はい、まあ、方法ならあるわよ。そうね、ああ、私、今ある花が欲しいの。うん。欲しくて欲しくてたまらないのよ。それ、持ってきてくださる？それってどんなお花ですか？あれ、あなたの声小さくてヘンテコなので、あはははお前バカにすんなよって、お前の声の方がおかしいぞお前。えへへじゃねえよお前。えへへ一度しか言わないわ、ちゃんと聞くのよ。その子は赤い糸とっても情熱的なの。それバラじゃね？その子は白いと気兼ねのないパツパツをくれる。これは分からんけど。その子は青いと永遠を誓ってくれるわ。花言葉かそれ、もしかして。でもその子は黄色いととても嫉妬深いの。ああ、最後に言っておくけど、その子はよくあの子と間違われやすいの。あの子？でもその子は人を傷つけないんだから間違えちゃダメよ。じゃあお願いするわ。違う子持ってきたら食べちゃうんだから。お前の体で俺らを食えるってどんだけやねん。怖いな。お花ちょっと前に摘んだよね。いろいろあるよ。それぞれに分けてみるね。え、じゃあアイテム欄ある？もしかして。あるわだ。チューリップ、バラ、カーネーション、バンジー、マーガレット。俺バラって言ったけどさ、なんかその子は人を傷つけないんだからって言ったけんバラじゃないと思うんですよ。バラと間違いやすい。バラは見たことあるんやけどな。バラと間違いやすい花。あ、色がたくさんある。わからん。俺、花のことなんか俺、全然詳しいないもん。色的にチューリップかなと思ったけど、バラとチューリップ全然違うもんな。かといって俺、マーガレット、バンジーとカーネーションがどんな花か覚えてない。やべえ。あ、引きちぎっていいんすかこれ。ちょっと間違えて引きちぎっちゃったけど、いいこれ。引きちぎったやつどうなるん？引きちぎっただけや。俺、無差別に引きちぎってしまった。これいけるんこれ。エンディングとかに影響せんのこれ。このゲームエンディング7つあるって聞いたんやけど。まあ、いっか。データさんに注意しとこうか。まあ、いいや、もういいや。よっしゃ、頑張ろう。どれだろう。バラではない。俺チューリップかな。わからんけど、まあ。こういう時って適当にやっていくのが道理ってやつですよね。おう、持ってきたよ。てかさ、5本見せてさ、これどれなんて聞いたらいいんじゃん。右から2番目とか言ってくれたらそれでいいと思うんやけどな。どれ渡すの？とりあえずか、もう間違ってもいいけん、チューリップ違うん。食わないで、食わない。よっしゃ、壊れんかった。もしかしてこれも3回ミスったらアウトのパターンなんかな。オッケー、それならもう適当にマーガレット。じゃん、じゃ、来ないで、来ないで、オッケー、2回目もオッケー、予想通りやな。
やべえ、もう二択やん。バラじゃないっていうことを分かっておけん、バンジーかカーネーションだろ。カーネーション。よっしゃよっしゃよっしゃあぶねえ、死ぬところだった。壊れそうだった、もう。あぶねえ。多分今の間違えたらアウトだろ。ああ、よかったよかった。はい、食って食って、はい。あ、食べちゃった。とても美味しかったわ。やっぱりこれが一番ね。ああ、分かってるわ。ちゃんとドアを開けられるものよ。ほら。斧って、鍵じゃないんかよ。なんなん、鍵を開けるというかドアをぶち壊すもんでないかん。なんなん、鍵を開けるかっこ物理でいきますか。ほら、チェルシーちゃんもさ、引いとるでないか。いきなり斧渡されたんやけん。鍵かと思ったら斧渡されたんやけん。いいよ。私、思いの持てないから。ちょっと強引だけど、これでは入れるね。合理化しちゃったよ。ああ、あなたお待ちなさいな。これもあげるわ。何？あなたにだけよ。私はいらないしね。ああ、手帳の切れ端か。なんでお前が持っとんや。なんでお前が持っとんやって、なんで持っとる。そういうタイプの方が増えてきたぞ、もう。おばあさんの家について、いらっしゃいとおばあさんが出迎えてくれました。男の人も少しお辞儀をしました。薬はいつものところに置いているよ。私は奥の部屋をおばあさんの薬を奥の部屋へおばあさんの薬を取りに行きました。その時すごい音が聞こえて、そこには狼がおばあさんを食べました。え、ちょっと待って、これ赤ずきんの展開とは全然違うんですけど、壊れる順番違うんですけど、赤ずきんが先でしょ。ババずきんの方が先に壊れたんやけど、その後薬をたくさん袋に詰めて、そして私に気づいてこちらに歩いてきたのです。ババズキン、ババズキン食われたで。いけるん、もしかしてこれ手帳の内容とこれがリンクしとったらさ、ババズキン中におらんってことだろ。お願いね。ババズキン大丈夫か。アレン君って結構すごいんだね。まあすごいんですよ。いわゆる細マッチョってやつじゃないかな。ババズキン、ババズキン、おばあさん、え、何？反応しない。え、ちょっと待って、ババズキン反応しないって、ババズキン、え、ちょっと待って、ババズキン、狼来てもないのに鍵閉まっとったのに、え、マザーグースまたあるで。マザーグースもういいよ、もう俺読めんのやけん。ババズキン、嘘やろ。わ、ちょっと待って、狼が荒らした感がある、すごいんやけど。狼で攻められた跡みたいになってる。鍵があったわ。視界の鍵綺麗に手に入ってしまった。結局先生いなかったね。それにいろいろおかしいよ。嫌な匂いもする。ねえ、この夢どうやったら覚めるの。そんなこと言われても俺にも知らんよ。そっか。え？え？あっちの部屋から？ババズキンの部屋。わ、私やだ。ここから動きたくない。じゃあ離れないで。置いてかないで。お願い。もちろんさ。でもここにおって隠れとけっていうパターンでも俺は良かったと思うんやけどな。チェルシーちゃんをたけし状態にしても良かったと思うんやけどな。空っぽ。メモなどがたくさん入っている。この辺ちょっと気になるな。わっ、そっち瓶が割れてて危ないよ。怪我してない？そう、よかった。でも鍵取っとんやけん別にないか。別に
もうちょい進めていこう。え、狼おるやん。おい、お前、ババ好きになんでくれようとしてくれたんや。え？違う。おばあさんじゃない。夢なら覚めて。そう、夢。もう見たくない。二回も見たくない。二度と、もう二度としないから、許して。あら、お前、何してくれてんじゃこら。ちょっとチェルシーちゃん、ちょっと顔が。お父さん、え、赤い色嫌い。ああ、お父さん赤いって言おったもんな。ちょっとトラウマがあるんじゃ、赤に。俺赤好きなのに。赤はいい色なのに。やめて。赤ってもしかして、お父さんの色っていうか血の色なんかもしかして。だとしたら俺の、斧で来ちゃダメで、グロテスクなことを無駄にしただけで、あかんで。目、閉じるの。それで見えないから。手、つないで。手帳の切れ端を手に入れた。人の目が見えません。手を握るのが怖い。あの時のことを思い出してしまいます。あの時、お花を摘まなければ、あそこで出会わなければ、手をつながなければ。血がたくさんでした。すごく嫌な匂いでした。先生は、まだちょっと怖いけど、少しだけ大丈夫です。先生、さあ、私は、ま、せない。あの目が、色が、助けて。最後の方は、文字がにじんでいて読めない。そうか。チェルシーちゃんが人見知りなのはこういうわけがあったってことか。でもって、まあ、チェルシーちゃんが、何だったかな、施設に泊まるようになったんは、今みたいにおばあさんが亡くなったからってことか。こういう夢っていうのは結構、キャラクターの過去が映し出されたような感じ。あかんね、これ。俺、斧で切るんじゃなかったんやけど。斧で切る選んだけんこうなった。あ、これ全員、もしかして選択肢というか間違っとったら、レティも今みたいにね、黒いやつになっとったんかな。それとも、選択肢をうまい方向に持っていったら、リックがこんなんならんで済んだんかな。どういうこと？もしかしてエンディングの分岐だったのかな？何にせよ、俺はちょっとまずいことをしてしまったらしい。ちょっとブラックジョークみたいな感じで飛びかかってしまったのが、こういう悪い方向に行ったかもしれない。まあ何にせよ、今回のパートはここまで。チェルシーちゃんの過去が、こんな感じで悲しい過去だったってことですかね。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次は誰の部屋かな。まあ、いや考えんでいいや。とりあえず、仕上げ。